が飽きなり着いたか。ここでなら俺たちの活動がしやすそうです。おい、早速誰かこっちに来たぜ。プロジェクト D か。待ってて、悪いけどその質問にはイエスともノーともそれない質問する。わかる。あくまでも一人の走り役として気晴らしに来てるんだ。え、俺とバトルしたいだって？残念だな。実はチームのリーダーである涼介にそういうことは止められてるんだよね。そうだよ、ね、じゃあそういうことだから俺たちは失礼っすよ。ウソケース、おっ、あいつ車並べてきたぞ。とにかく逃げよう。仕方がない、プロジェクト D のエースの実力を見せてやる。とってものだった。離さないとまずい。
せいでの疲れがあったとはいえ、負けは負けだ。そうだな、誇りにしてくれて構わないよ。この俺に勝てたんだからな。うん、よし帰るぞ、ケンさん。おう。